最初のコーナー、食いしん坊のからスタートです。今週はクリスマス特集をお送りしています。さて今日はメールからご紹介ということで、はい、はい、ということなんですけれども、うん、メッセージ届いております。こちらですね、桜丘町お住まいの秀幸さん、ありがとうございます。クリスマスに向けての美味しいディナー特集をお願いいたしますと、メッセージいただいております。お任せください。今週はクリスマス特集なので、とってもいいディナーをご紹介したいと思います。スペイン料理でクリスマスディナーというのはいかがですか。最近移転オープンしたお店のディナーコースをご覧いただきましょう。それでは VTR どうぞ。今回はクリスマス特集ということで、橘通り西にありますバルビビエンドご紹介します。場所はデパート前交差点を南にしばらく進むと右手にあります原ビル3階です。今年8月に老松町からこちらに移転オープンされたバルビビエンド、店内にはカウンターとテーブル席が用意されています。さあ馬場さん、こちらではどのようなお料理がいただけるんでしょうか。はい、以前老松でやってたスペイン料理のお店と同じように、スペイン料理を、特化したお店をさせていただいております。ランチメニューはリーズナブルな550円からいただけるスペインの定番というバケットサンドのポカディージョランチに、数量限定20食のスペインプレート、これはちょっとゴージャスな時にいいですね、イベリコランチ。ディナーメニューもお酒にぴったりなスペインタパスや魚料理に、肉料理も牛の胃袋とひよこ豆の煮込みのカジョスも気になります。たくさんのメニューが並んでいます。さらにアヒージョやスペイン料理には欠かせませんよね、パエリア、はい、こちらも人気ですか。人気がもう一番人気があるかもしれないですね。さあ今回はクリスマスにもぴったりのスペイン料理のコースをご紹介いただきます。美味しそう。お任せの3500円のコースになります。2名様からの用予約。そうですね、全部で9品出てきます。9品にパンがついているコースです。ヒラマサのカルパッチョのサラダ、スペイン産のイワシの酢漬けのピンチョス、スペイン産の生ハム。生ハムとパン合いそうですね。そして白身魚のパテとスペインオムレツ、赤エビの鉄板焼き、さらにマッシュルームのアヒージョ、スペイン産のイベリコ豚のロースのグリル、魚介のパエリアがついております。スペイン料理の魅力満載ですね。さあそんなお料理の中からまず最初にこちらアヒージョをいただきます。グツグツとこういったね、見た目にもインパクト大なんですけれども、改めてどんなお料理か教えてください。もう素材を楽しむ、それが一番伝わる料理かなというふうに思います。大量に入っているオイルは、これはオリーブオイルです。それとニンニクを香りをつけて具材を入れて塩をする、もうそれだけです。このマッシュルームは兵庫県の六甲山から採れたマッシュルームになります。食感、味もやっぱり全然違いますね。はい、馬場さんが惚れ込んだブラウンマッシュルーム、はい、熱々、あ、ニンニクが香りますね。おお、いい香り、コリンコリンですね。歯ごたえがやっぱり残ってますもんね、このマッシュルームは。すっごいしっかりしてます。オリーブオイルとガーリックがこう絡んでいる中にコーティングされたみたいに、旨味がギューッと、そうですね、閉じ込められていて、ここまでマッシュルームを美味しくいただけるってちょっと驚きでした。今日この特レポ、バルビビエンドの店内にはキッズルームのあるお席もあるんです。家族連れでも気軽にスペイン料理を楽しんでもらいたいという馬場さんの心遣いが嬉しいですね。さあ続いてはメインのお料理、楽しみなお肉料理です。スペイン産のイベリコ豚ベジョータのロースのを使ったグリルです。ベジョータって初めて聞いたんですけれども、はい、イベリコ豚の中で、まあ、ランクが、まあ、ざっくり3つに分かれてて、一番下からセボ、レセボ、ベジョータ、ベジョータが一番、最高ランクのお肉となってます。
一番はやっぱり油の甘み、これがすごく強いかもしれないです。焼き方もシンプルに塩と胡椒だけです。で下にピストマンチェゴという野菜のトマト煮込みを添えてますので、一緒にちょっと食べてみてください。今耳に入ってくる情報だけでも美味しいうっとりしてきました。わー、一切れがね大きいし、これ分厚いんですよ。あ、このグリルの焼き目たまりませんね。ソースがすっごく合っていて、ありがとうございます。お野菜の旨味がもうほんとちょこっとしかつけてないんですけども、ふわっと香った直後からもう猛烈に美味しい豚の香り、あと噛めば噛むほどのあの香り高いお肉の美味しい味が口いっぱいに広がって、こうしっとりと柔らかいんです。きっとこの美味しさを引き出すためには焼き加減もかなり大事にしないといけないんだろうなと思うんですが、火を入れた時の余熱だけでなるべくお肉に火を入れるようにしてます。で黒いお皿の上にあるお野菜の彩りやこのあしらいもすごく上品でいいですね。ありがとうございます。クリスマスですもんね皆さん、これはぜひ味わっていただきたいなと思います。さあクリスマスにぴったりのディナーコースご紹介いただいていますが、最後はこちら魚介を使ったパエリアです。お出汁がやっぱり大事なので、お野菜とお魚の骨、あとは甲殻類を使って煮出してお出汁を作ってます。お鍋の中にそのお出汁と生のお米を、そうですね、こちらのお米は北海道のお米を使わせてもらってます。お野菜もたくさん入ってます。ピーマンと玉ねぎとしっかり甘みを出したやつを入れてます。こんな本格的なパエリアがいただけるなんて嬉しい。うわ、魚介の出汁がもう米の中にぎゅっと入っているんですね。そうですね、なんかいろんな美味しい味がするんですトマト、サフラン、あとはスペイン産のパプリカの粉末があります。これで結構コクや香りがつきます。もうおつまみとしても、そうですね、はい、お酒のお供に欲しくなりますね。ちょこっとずつ食べながら飲めます。みんなでワイワイ楽しむもよし、大切な方としっとりお酒飲みながら食べるもよしですね。ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。本格スペイン料理をアットホームな雰囲気で、厳選された食材で作られたお料理をバルビビエンドでお楽しみください。さあお任せコース9品3500円です。スペイン料理っていうと地中海のこう海の幸をふんだんに使った彩りも豊かなお料理っていうイメージがあったんですけど、それをそのままに、さらにその有名なイベリコ豚のグリルまでついた、もう大満足のコースだったんですが、こういうクリスマスもいいですよね。いや、いいどころかぜひ本当そうですよ ね、まあ、品数も多いっていうのも単純に嬉しいですしね。あとは自分では作ることができないようなお料理を、こういう機会にみんなで大切な人といただくっていうのがいいですよね。スペイン産のものがありましたよね、うん、生ハムやイワシの酢漬けなど本場のものを入れてらっしゃるのも嬉しいですし、私ねパエリアに感動したんですよ。とっても濃厚で、パエリアの、ね、上に乗ってる例えばの手長エビとかムール貝を、一緒に上に乗ってるんですけど宮崎県産のレモンが あれを絞って、そのままいくのもちょっとおつまみになりそうでいいと思います。なるほどですね。お米の食感も北海道産のお米使ってらっしゃるということで、パラッパラでしたし、こう絶対頑張って作ろうって楽しみもあるとは思うんですよ家で。でもそれだとあそこまでのパラパラ加減と、いやいやなかなか、ね、そしてほらいろんな甲殻類とか魚介類の旨味がすごいっておっしゃってましたよね、いいな、なかなか家じゃちょっとできないですよね。確かにそうですね。香り味ぜひ皆さんに召し上がっていただきたいですし、イベリコ豚ロースのグリルなんですけれども、ベジョータという話が出ましたけど、そもそもスペイン語でどんぐりという意味なんです、宮崎牛みたいにこう A4 英語みたいなランクでいうところのベジョータって、とてもいいお肉だそうで、それがねぎゅっとこう詰まってるのが分かる、なんて言うんでしょう、きちっとしたお肉なんですよ。あれもぜひお召し上がりいただきたいので、ぜひコースを予約して2名様からの予約制です。さあ
予約状況なんですけれども、24日25日まだ若干空きがあるということです。ご希望の方お早めにご予約ください。25日のみランチ営業がお休みなので、ランチにお出かけになる方はご注意ください。そしてお酒と一緒にって方、飲み放題でプラス1500円があるんですけれども、時間無制限で何時にスタートしても1500円で22時30分夜の10時30分まで飲み放題が楽しめます。ちょっと早めに行った方がいいね。笑顔になっちゃう、はい、ぜひ早めにご予約いただきたいなと思います。それでは場所のご紹介です。ご紹介しましたバルビビエンドです。さあ場所はデパート前交差点を南にしばらく進むと右手にあります。そしてプレゼント、はい、おすすめコースはペアで一組様です。番組最後をご覧ください。今日ご紹介したお店の内容に関してはこちらです。 MCN のホームページからアクセスできます加入者限定サイト宮崎グルメ情報、そしてこちら完全無料で誰でも利用できますスマートフォン専用のグルメサイトグルメット、この時期大活躍だと思いますよ。皆さんぜひご活用ください。さあ今日はクリスマス特集ということで お任せコースのご紹介だったんですけど、クリスマス過ぎてもご予定がある方とか安心していただきたいんですけれども、このコースありますので、ぜひ期間限定ではないんですよ。それ嬉しいですね、うん、ぜひご希望の方お出かけいただきたいなと思います。以上お送りしました、食いしん坊のコーナーでした。はい、では CM の後は地域の防、地域の消防防災リーダー消防団のコーナーです。